こちらです。赤で示した地域は避難指示が続く帰還困難区域です。このうち青で示しました復興の拠点となる地域はそれぞれ来年春以降に避難指示の解除を目指していますが、この青以外の場所、大部分を占める拠点区域外のエリアは除染や避難指示解除の見通しが立っていませんでした。このエリアの面積は帰還困難区域のおよそ9割、住民登録している人は8288人に上ります。はい、政府はこの赤で示した地域につきまして、こちらです、希望者が帰還できるよう除染をして避難指示を解除する方針を決定しました。かねて地元の皆さんから拠点区域の外にある自宅に帰りたい、そうした声が寄せられています。この切実な思いをしっかり受け止め、帰還に向けて新たな一歩を踏み出すべく、本日政府方針を決定をいたしました。政府が決定した拠点区域外の避難指示解除に向けた方針、帰還を希望する住民の生活範囲にある住宅や道路の除染とインフラ整備を行って2020年代のうちに避難指示を解除します。震災原発事故から10年と半年、避難指示を受けるすべての人にふるさとへ戻る道筋がようやく見えてきました。内堀知事は今回の決定を重要な前進と評価した上で、丁寧な意見の聞き取りを求めました。ぜひ政府においてはそれぞれの自治体の考え意見というものを丁寧に聞きながらですね、今後の具体的な方向性というものを示し、また住民の皆さんに対して丁寧にその帰還の意向を伺う。除染の範囲などは個別の事情を踏まえて検討し、避難区域全域の除染は行わない方針です。全域の除染ということでありますけれども、やはり段階があると思っております。まず帰れるところをやった上で、区域外も希望者のところをしっかりと除染をしていくということになります。一方、帰還を希望しない人が所有する土地をどう扱うかについては、政府と地元自治体が検討することにしています。